ケン・ウィルバー・ケン・ S.R. ウィルバー・ジュニアは、現代アメリカのニューエイジの思想家、トランスパーソナル心理学の論客、哲学者。アメリカ合衆国、オクラホマ州生まれ。心理学の範疇を超えたアメリカを代表する哲学者で、インテグラル思想の提唱者である。東洋の思想と修行の影響を大きく受けており、東洋の宗教的な知見、 霊的発達の思想と現代心理学を総合的に統合するという巨大な試みをなし、フロイドとブッダを結合させたというキャッチフレーズで知られている。23歳の時にトランスパーソナル心理学方面の様々なセラピーや古今東西の宗教思想とを長官図的に組み合わせ、わかりやすくまとめた第一作、意識のスペクトルを交換してベストセラーとなり、 一躍時代の長寿となった。トランスパーソナル心理学の代表的論客として、その発展に大きく貢献し、最も影響力を持っており、その評価は賛否両論であった。世界の伝統宗教に見られる、工事の微細なエネルギーに対応する、身体性であるほの細身の概念を前提とし、エネルギーが階層をなし、多次元の場を作り出しているという普遍的な、霊的伝統。 永遠の哲学に連なる思想家であり、ヒンドゥー教のベーダーアンタや仏教といった永遠の哲学が提示するものが正しいという前提に立って思想が展開されている。アートマンプロジェクトでは人間の心の発達はウパニシャットのボンガイチニョのガであるところの真の自己を希求して進んでいく運動であると解きその心理的な発達意識のエボリューションの過程を示した。ウィルバーは 自己意識が生じる前段階、自我意識が生じるパーソナルな意識、自我領域を超えて、アイデンティティが拡張するトランスパーソナルな意識へ至る発達過程としてモデル化し、さらにトランスパーソナルな意識を3段階に分けて説明している。1990年代中期以降、トランスパーソナル思想からの決別を宣言し、これを構成要素として統合するより、 包括的な理論として、すべては正しいが、部分的であるを原理とする、インテグラル思想を提唱し、自身の心理学アプローチを統合的と好んで説明している。代表作は、進化の構造、宗教と科学の統合、万物の歴史など、20以上にも及ぶ著作は、世界中の言語に翻訳され、専門家、一般読者の双方に幅広く読まれている。 インテグラル思想の研究組織であるインテグラルインスティチュートを主催し2005年には総合大学であるインテグラルユニバーシティを発足現在同大学のプレジデントとして運営の中核を担っている彼のインテグラル思想はコーチングにおいて一つの流派になっているまたコンサルタントのフレデリック・ラルーはインテグラル理論における意識のスペクトラムをもとに 組織のフェーズを5段階に分けて捉え、進化系の組織モデル、ティール組織を提唱した。ケン・ウィルバーは、1949年1月31日、アメリカ合衆国のオクラホーマ州に生まれた。合衆国空軍に在籍していた父親の頻繁な配置転換に伴い、幼児期は国内を転々とした。ウィルバーは、当時を改装して、頻繁な転居が苦痛であったこと、 そして、そうした経験の中で物事に執着しない態度を習得したことを10回している。いずれにしても、この時期からウィルバーは勉強において非常に優秀な成績を収め、数々の賞を受賞していた。また、当時から非常に社交的な性格で、運動や自治活動等、課外活動にも積極的に取り組んでいったという。 高校生活をネブラスカ州のリンカーンで終了後、1968年にウィルバーはデューク大学の医学部に進学する。しかし、ウィルバーは進学後すぐに老子の道特教の道の道とすべきは常の道にひず、名の名とすべきは常の名にひず、七木は天地の始め、ナールは万物の母、という冒頭の一文に出会った。彼は、 科学を愛する青年だったが、この出会いにより、それまでに自己を支えてきた現代科学を核とする、思想的基盤を根本的に揺さぶられる深刻な、精神的危機を経験することになる。こうした危機の中、ウィルバーは、デューク大学を退学し、ネブラスカに戻り、ネブラスカ大学に再入学する。この頃、ウィルバーは、科学と生物学を専攻しながら、 同時に、自らの人生の意味を回復しようという内的な欲求に突き動かされ、東西の哲学書をむさぼるように読破し、また、日本からの禅の修行とチベット仏教の修行に集中的に取り組むようになったという。その後、ウィルバーは、生物科学の専攻生として大学院に進学するが、その頃すでに哲学的施策と修行の実践に自己の重心を移行していたウィルバーは、 学位の取得を目前に退学をすることになる。退学後、ウィルバーは家庭教師や皿洗いをはじめとする、もろもろのアルバイトをして、生計を立てながら、施策と修行と執筆の生活に従事する。1972年には家庭教師の生徒の一人であったエーミー・ワグナーと結婚している。結婚生活は1981年まで続いた。また、この頃、 ウィルバーは、自らの文章技術を磨くために、著名な東洋思想を、全の研究者であるアラン・ワッツの全著作をノートに、書き写したという。ウィルバーの執筆作業は、普通、まず10月間ほど資料を読み込む作業をすることから、始まるという。そして、ある時、自らの中に作品が完全な形で完成している、ことに気づくのだという。それからの数月間は、この、 作品を文字として書き留めていく作業に没頭することになる。今日まで継続するウィルバーの旺盛な創造活動は基本的に常にこうした過程を通して展開しているということだが、それはこの時期に著者の中で確立されたものである。1973年、ウィルバーは意識のスペクトルを完成する。この作品は20以上の出版社に断られた後、 1977年にクエストブックスより出版される。この作品は非常に評価され、ウィルバーは芝叩く間に意識研究における新しいパイオニアとして認識されることになる。この成功を契機として、ウィルバーの元には多数の教職の正体が舞い込むようになる。ウィルバーはこうしたリクエストに応えて短期的にレクチャーやワークショップの提供を中心とした。 教育活動に従事することになる。しかし、教育活動の喜びを満喫しながらも、ウィルバーは、まもなく執筆生活に、自らの活動を集中することを決意する。この決断について、ウィルバーはこう10回する。1978年、ウィルバーは、ジャック・クリッテンデンと協力して、雑誌、リビジアンを創刊する。1979年には、意識のスペクトルの、 要約である、無教会を出版。その数年後には、ウィルバーの理論体系の診断会の到来を告げる、アートマンプロジェクトと、エデンより、を発表する。また、この頃、リビジアン編集の作業に集中するために、マサチューセッツ州ケンブリッジに移動する。1983年、ウィルバーは、カリフォルニア州マリン郡に移動する。まもなくして、ウィルバーは、 ロジャー・ウォルシュとフランシス・ボーンの紹介でトレイア・キラムと出会い、結婚する。しかし、結婚の数日後、トレイアは乳がんと診断され、1984年から1987年まで、ウィルバーは執筆活動をほぼ完全に停止して、彼女の看病に集中することになる。後日ウィルバーは、この過酷な状況の中で、自らが一時的に瞑想の実践を放棄し、 アルコールに依存するようになったことを報告している。また、1985年、療養生活のために、夫婦で訪問したネバダ州、レイクタホで、ウィルバーは、汚染物質流出のために引き起こされた疾病に、罹患する。1987年、夫婦はコロラド州ボルダーに移動し、1989年のトレヤの島で、比較的な平穏の中で時間を過ごすことになる。 ウィルバーは、トレアの残した日記を織り交ぜながら、二人の出会いから離別までを著作、グレースグリッドにまとめている。数年間の藻に服した後、1993年に、ウィルバーは10年ぶりの理論書を完成させた。それが、今日、ウィルバーの代表作として認知されている、進化の構造である。この作品について、著者は、 自らの最初の成熟した作品と形容しており、現在構想されているコスモス三部作の第一部を構成する作品であるという。1996年には進化の構造の要約として万物の歴史を、そして1997年には進化の構造について投げかけられた批判に応答することを目的として執筆された論文をまとめた。 統合心理学への道を発表した。また、1998年には、ランダムハウスより、科学と宗教の統合を発表している。1997年、ウィルバーは、日々の哲学的考察を日記形式でまとめて、これを1999年に、ワンテイストとして出版している。この作品で、ウィルバーは、 自らの理論家としての側面のみならず、実践家としての側面を強調している。その後、1999年には、インテグラルサイコロジーを、2000年には、万物の理論を、そして2002年には、初めての小説作品である、ブーマーイタスを発表している。ウィルバーは、この時期を、それまでの執筆生活において、最も生産的な時期であると解雇している。 発巻が観光済み。私生活の領域では、1997年に、ボールダーにあるナロパインスティチュートの修士課程に在籍していたマーシー・ウォルターズと交際を、始め2001年に結婚をし、2002年に離婚している。その後コロラド州デンバーに移動して、著述活動、そして自らの主催するインテグラルインスティチュートや、 インテグラルユニバーシティの運営活動に取り組んでいる。ウィルバーの思想は、オルダス・ハクスリーが永遠の哲学で語った、すべての宗教は、教義、経験において深い構造を共有しているという信念に基づく。また、世界の宗教、哲学を研究するようになった20代の頃から、日本からの禅の修行とチベット仏教の修行を行っており、この修行による、 教知が思想の基盤となっている20代で思想的探求を始めたウィルバーは、世界中の宗教、哲学の著作を読みふけり、心理学や東洋宗教が説く内容が異なるのは、同じ心に対して対立、矛盾する見方をしているのではなく、心の別々のスペクトルを見ているからであり、そう見れば、それぞれの理論、主張を補い合うものとして統合できるのでは、 ないかというアイデアを得た。最初の著作、意識のスペクトルは西洋の心理学や東洋宗教の心についての様々な説を意識のスペクトルというモデルで統合的に捉えた。彼が意識のスペクトルで提示したようなスペクトルモデルがトランスパーソナル心理学の基盤、基礎理論となっている。世界の伝統宗教において宇宙はエネルギーに満ちており、エネルギーは 微細な次元から粗雑な次元に展開すると考え、微細なエネルギーに対応する身体性であるほの細みという概念を前提とし、心的なエネルギーがスペクトル的に自己展開し階層をなす多次元の場を作り出しているという宇宙観が多く見られ、こうした普遍的な霊的伝統は永遠の哲学と呼ばれるが、ウィルバーはこの永遠の哲学に連なる思想家であり、 永遠の哲学の提示するものが正しいという前提に立って思想を展開している。こうした態度は実証されないものはすべて疑うという近代の知的態度とは全く異なっている。彼の仮説は科学的認識方法の限界の自覚から出発しており、検証の手段として科学的認識の方法ではなく魂の次元固有の方法があると主張する。 永遠の哲学に基づく階層論モデルをはっきりと地のパラダイムとして打ち出している。彼にとって永遠の哲学とは存在の大いなる連鎖という物質的、心的、霊的な進化の過程において物質、心、霊が相互に関係していることを教えるものであり、この進化の連鎖は心理的な発達において自己意識がない、もしくは原初的、 身体的な自己意識しかないプリパーソナルな意識から自我意識が生じるパーソナルな意識、自我領域を超えてアイデンティティが拡張するトランスパーソナルな意識へ至る発達過程として見られるとされる。さらにトランスパーソナルな次元にも段階があるとし、身晶的、原型的な形態の経験、本性との合一を経験する微細意識、形態のない超越経験の元々意識、 形態世界が再び現れるが、心や、霊の振る舞いや投影として、直に経験される、究極意識という段階を設定している。彼は、発達とは進化であり、進化とは超越であり、超越の最終的なゴールは、アートマン、内しただ神における究極的統合意識にほかならないと語っており、宗教的的資質は、誰の中にも備わっているとしている。なお、 ウィルバーの意識のスペクトルモデルは、素粒子物理学における、クオークモデルのように、コミュニケーションと研究のため作られた一つの科学的、モデル化であり、実際に意識がスペクトルを形成していることを意味する、わけではない。コーダ列は、この意識のスペクトルモデルは、心理学において認められる、モデルの実体化を明確に拒絶すると同時に、東西の諸宗教において示されてきた。 宗教体験の所要体を、ある一つのありうべき意識水準からの認識として、包括的に理解するための道を開いていると言えるであろう。と述べている。東洋の宗教伝統が示す体験領域を心の水準として概念化したことで、ウィルバーの理論は、心の水準の研究者から唯一の心の水準の基準とみなされるという困難を抱えたが、そのため、 通常の人間の意識水準が生成される過程を見かけ上の進化として述べようとしている。1990年代中期以降、トランスパーソナルから決別し、より包括的な理論としてインテグラル思想を提唱しているが、その原理はすべては正しいが部分的であるというものである。我々が経験する事物、事象は個人における内面と外面。 集合的領域における内面と外面という四つの領域から見ることができるという四証言モデルを提示している。彼の思想はオープンなリベラリズムという特性を持つ。自分の思想を押し付けるのではなく、こういう考え方もあるという態度で提示し、その思想の最後の頂点は柔和な空の境界となっている。ウィルバーは自身の思想をウィルバー愛、ウィルバーに、ウィルバー ウィルバー4という4つの時期に分けて説明している。第一作の意識のスペクトラムはウィルバー1にあたり、アートマンプロジェクトはウィルバー2を代表する著作で個人の人間の個体発生的な心理の発展を論じている。同時的にエデンからが書かれ、こちらでは人類全体の系統発生的な進化の歴史が扱われた。この二冊では人間の心の発展という 同じ視点から人間の個体発生と系統発生の軌跡が並行して研究されている。この後のウィルバーさんでは人間の心の発展が一本の太い単線ではなく複数のラインからなる伏線的発達であるという気づきがあり、この時期の代表作は教著の意識の変容である。ウィルバーさんの思想は妻の病気の看護とその死の衝撃のため、 すぐに研究が詳しく進展することはなかった。意識の発展の段階だけでなく、それが他の人類の文化的領域とどう関わるのかまで考察し、ウィルバー4の主張、進化の構造が執筆された。進化の構造への対話形式の入門書として、万物の歴史が書かれた。ウィルバーの思想活動の基盤にある根本的な発想は、 次のように説明することができるだろう。世界に存在する、あらゆる視点は必ずある真実を内包する。したがって、必要とされるのは、存在する多数の視点のうち、どれを最も正しいものとして選択するかということでは、なく、それぞれの視点が内包する真実を認識、尊重した上で、それらが、どのように相互に関係しているかを理解することである。こうした発想は、 ウィルバーが自らの自己探求の過程において多様な技法を経験するうちに直面した事実に対する素朴な疑問を基盤としている。それはいずれの自己探求の視点も非常に重要な洞察をもたらしてくれるものでありながら、それぞれは自らが最も正当なものであることを主張して相互に争いをしているという事実に対する疑問、それぞれの存在価値を認識。 尊重した上で、それらの共存を許容する方法はないのだろうかという疑問ということができるだろう。人間は世界そのものを体験することはできない。人間は世界を体験する際、世界を体験するという行為そのものを通して、不可否的に世界の想像に参画することになる。その意味で存在するあらゆる視点は、それぞれの世界を構築する想像の装置ということの、 できるものである。しかし、それぞれの創造行為は、また、独特の方法で世界を証明するとともに、同時に、独特の方法で世界を覆い隠してしまう。その意味で、あらゆる視点は、構造的に盲点を内包するのである。こうした事実に着目したウィルバーは、それぞれの視点が、相互的に存在することを可能とするための枠組みの構想に取り組むことになる。今日 後半に認知されている意識のスペクトラム理論とは、日々の施策と修行の実践の中で、こうした要求に応えるために創造されたのである。その内容は、下記のように説明することができるだろう。人間の意識は、複数の階層により構成されており、人間の成長はこれらの階層を段階的に通過することを通して実現される。そして、この段階的成長の過程は、 人間の生特的な自己中心性の克服の過程として捉えることのできるものである。そして、古今東西の自己探求の方法は、この成長過程の各段階において経験される諸々の課題、問題を解決するための触媒として機能するのである。こうした成長段階は、対別して3つの段階に分類することができるという。 プリパーソナル、生物としての基盤となる肉体的衝動の充足を行動論理とする段階。この段階において、人間は生命体として生存するために必要となる基礎的な自己認識を確立する。世界とは春別された存在、それゆえに世界の脅威に対して脆弱な存在としての自己を認識し、それを防衛、維持することを最高の関心事とする。 この段階における課題、問題を解決するための有効な方法としては、例えば認知行動療法が挙げられる。これは人格の基盤となる基礎的構造を構築することを主眼とするものである。前期パーソナル、共同体の言語、規範を習得して、共同体の構成員としての事己を確立することを行動論理とする段階。共同体において共有されている。 普遍的な規範を内面化することを通して、自己の肉体的衝動の呪縛を克服することが、この成長段階における重要な課題となる。この段階における成長課題は、内面化された共同体の規範を徐々に対象化する能力を寛容することである。これにより、自己を規範と完全に同一化するのではなく、それらとの関係性を確保することができるようになるので、ある。 こうした成長課題を解決するための有効な方法としては、例えば共同体の規範を内面化する過程において、発生した抑圧、分裂等の内的な歪みを解決することを目的とする精神分析療法が挙げられる。後期パーソナル、内面化されたもろもろの共同体の規範、信念等を対象化して、自己の独自の価値体系に基づいて、それらを 改めて構成し直す段階。自己の所属する共同体の期待に盲目的に応えるのではなく、それらをさらに包括的な視野から検討した上で、自己の責任に基づいて自律的な行動をすることができる。この段階におけるこうした成長課題を解決するための方法としては、例えば実存主義両方が挙げられる。これは、 個人としての自己の存在を定義する、諸ろの構造的限定条件を認識、包容した上で、それらの条件の範囲内で自己の人生を充実させるための思想を構築、実践する能力の寛容を援助する。トランスパーソナル自己感覚を個人の領域から、冷静の領域へと拡張をする段階。自己の存在基盤を時空間に存在する個人としての存在から、 時空間を内包する目撃者へと移行する段階。この段階における成長課題を解決するための方法としては、例えば瞑想に代表される東洋宗教により開発された意識変容の方法が挙げられる。こうした方法は時空間に存在する個人としての自己の成熟ではなく、自己の基盤をそうした個人としての自己を荒らしめる背景へと移行することを目的とする。 ここで留意するべきことは、多数の発達心理学者が指摘するように、こうした成長段階というものが非常に流動的なものであるということである。個人の成長段階とはあくまでも重心に過ぎず、それは個人の生存状況との関係性の中で常に変動し続けているものである。また、個人の内的領域について把握する上で、段階のみならず状態、領域、 スタイル等の要素にも着目することが重要になる。その意味では、こうした段階的な発達理論が、インテグラル思想の人間間の核を構成するものであるとみなすことは、深刻な誤尾を犯すことになると言えるだろう。重要なことは、ウィルワーの思想活動を貫く、統合の衝動が、その基本において、人間の認識能力というものが、 構造的に盲点を内包することの認識に基づき、それを可能な限り克服することを思考して展開するものであるということを認識することであろう。そうした問題意識は、ウィルバーの思想活動の最初の理論体系である意識のスペクトラムにも刻印されているのである。前、後の混同とは、実際には非常に異なる二つの成長段階を ある共通項の存在を理由に短絡的に混同することを意味する。アートマンプロジェクトとエデンよりの執筆中、ウィルバーは深刻な思想的危機を経験する。これは意識のスペクトルにおいて展開されたモデルが内包していた問題が、これらの作品の執筆過程の中でおぼろげに認識され始めたことに起因するものであるという。 意識のスペクトルにおいて、ウィルバーは人間の意識成長の過程を次のように描写した。誕生の瞬間において人間は堕落を経験する前の私福の状態にある。しかし成長の過程の中で人間は徐々にこうした私福の状態から苦悩に満たされた状態へと堕落していく。それは 誕生の瞬間に存在していた霊とのつながりを喪失することなのである。意識の成長とは、こうして、堕落を通して、喪失された霊とのつながりを回復する過程なのである。しかし、アートマンプロジェクトとエデンよりの執筆中、ウィルバーは、こうした認識が、堕落というものについての誤解を内包していたことを認識する。この誤解について、ウィルバーは、後日、 次のように総括している。意識のスペクトルが内包していた問題とは、二種類の堕落、存在論的堕落と心理的堕落の混同と形容できるものである。存在論的堕落とは、霊との意識的な同一感覚の喪失、そしてそれに基づく罪の世界への埋没である。そして、心理的堕落とは、自らがそうした堕落した状況にあることの、 内省的な認識である。霊とは、この現象世界の基盤であり、あらゆる存在は一瞬たりともそれと阻害された状態で存在することはできない。つまり、この現象世界のあらゆる存在は、常に完全な形で霊と結びついており、また、霊の権限として存在しているのである。したがって、人間の直面する問題は、霊との結びつきを、 いかにして確立するかということではなく、むしろ、例との結びつきが確立されていることを、いかにして認識するかということなのである。人間は、成長過程において、内性能力が成熟してくると、自らが罪の世界に生きていることを認識するようになる。内性能力の成熟がもたらす、こうした認識は、不可否的に、精神的な苦悩を醸成することになる。そして、 そうした苦悩は、もしそれを抑圧することなく退治することができるならば、我々を自らを救済するための積極的な取り組みへと突き動かすことになる。ウィルバーは、こうした成熟した内政能力の確立を契機としてもたらされる精神的な転換を外的方向性から内的方向性への転換と形容するが、それは人間の人格成長がより高度の成熟段階である。 トランスパーソナル段階へと向かうことができるために必要とされるものなのである。つまり、存在論的な楽の解決の可能性は、世界に存在することが構造的に内包する問題と対峙することが、醸成する、こうした苦悩の経験、心理的な楽を通してもたらされるのである。人間は、世界に誕生することそのものを通して、存在論的な楽を経験している。 その意味ですべての人間は生まれながらにして地獄に存在しているのである。しかし自らが地獄に存在していることを認識することができるためにはそうした認識を可能とする内省能力を構築する必要がある。そうした能力が構築されるまでは人間は存在論的堕落という自らの状況そのものを把握することができず結果として 無意識的地獄を生きることになる。そうした自己内勢力を欠如した状態にある人間の姿は、は目には平穏に見えるかもしれない。しかし、実際には、その自覚が欠如しているだけで、当人の存在は、罪に特徴を付けられている。内勢力の欠如は、内的な平穏という外観を与えはするが、実際には、彼らの存在は、 自らの存在論的状況に自覚的である人間と同様、罪に禁する諸々の執着により特徴づけられているのである。むしろ自らが救済を必要としていることを認識することができていないという意味では、天国と最も乖離したところにいる状態ということができるだろう。真の救済のために必要とされるのは、そうした虚偽の平穏状態に止まることではなく、 自らが救済を必要とすることを自覚することなのである。そしてこれはいわば無意識的地獄を脱却して意識的地獄へ前進していく行為ということのできるものである。こうした成長を通して人間は初めて意識的天国に到達するための可能性を生み出すことができるのである。意識成長の過程を通して内省能力が確立されてくれば 結果として人々は意識的地獄の中で苦悩と苦闘しながら日常を暮らすことになる。そうした状況に置かれた人間の視点にはしばしば事故を必要に苦悶させる苦悩から解放されることが救済の少佐として意識されるようになる。実際にはそうした苦悩は無意識的地獄から意識的地獄への移行という非常に重要な 意識進化の過程を経て獲得したものであるにも、かかわらず、そのあまりの重圧のために、苦悩の存在しないことそのものが救済であると思い込んでしまうのである。こうした精神状態において、無意識的地獄と意識的天国とが意識的地獄を特徴づける苦悩にはわされていないと意味において、どちらもあたかも同じものであるように思われてくるのは、自然なことであると言えるだろう。 前、後の混同とは、このように実際には、非常に異なる成長段階を、ある共通項の存在を理由に短絡的に混同することを意味する。そして、ウィルバーが説明するように、意識のスペクトルは、まさに、こうした混同を犯していたのである。普通、こうした混同は、結果として、二つの混乱を生み出すことになる。一つは、 高度の成長段階を程度の成長段階として誤解すること。そしてもう一つは、程度の成長段階を高度の成長段階として誤解することである。前者の典型的な例としては、高度の宗教的体験を美容的な対抗体験として解釈するものが挙げられる。そして、後者の典型的な例としては、幼児的な体験を高度の宗教的体験として解釈するものが、 あげられる。言うまでもなく、こうした理論的な混同は、実践的な混乱をもたらすことになる。例えば、前者の場合、突発的、瞬間的に経験された、宗教体験を構造的な意識変容の過程を、促進することを通して統合することが重要になる。時に、それを美容的な代行体験として誤解することにより、薬物投与等の不適切な介入がなされることになる。 また、後者の場合、人格構造が脆弱であるために発生した病的体験を高度の宗教体験として誤解することにより、そうした状況において必要となる人格構造の補強を施行する介入方法ではなく、瞑想等の人格構造を対象化する介入方法が実践されることになる。これらの実践的な混乱は臨床現場においては時としてクライアントの中に 深刻な傷を生み出すことになる危険性をはらむものである。ウィルバーの報告によれば、これまでの執筆活動において、こうした枠組みは、普通、瞬間的な霊感の中にもたらされるという。例えば、この意識のスペクトラム理論の場合、集中的な瞑想体験の最中に経験した、この惑星における生命の歴史をその主体として、 つい体験するような体験の中にもたらされた洞察を理論化したものであるという。人間の人格的発達について検討しようとするときに複数の発達領域を認識することが重要となることをケン・ウィルバーは強調する。今日、注目を集めているハワード・ガードナーのマルティプル・インテリジェンス・セオリーにも象徴されるように人間の発達領域を一つのものとして捉え、 その発達度を測定することが個人の成長段階の把握を可能とするという発想には修正が加えられ始めている。これまでに使用されてきた視点の価値を認識した上で、しかしそれでは従前に捉えられない人間存在の多領域を認識、尊重することを通して初めて人間性の包括的な理解に近づくことができるという姿勢は、 ウィルバーのインテグラル理論の非常に重要な構成要素である。具体的な発達領域の代表的なものとして、例えばこの領域における代表的研究者であるハワード・ガードナーは下記のものを挙げている。また、その後の調査に基づき、ガードナーは下記の2つを加えている。留意するべきことは、これらの発達領域がある程度の自立性を保ちながら、 個人の中に併存しているということである。それぞれの発達領域は、独自の介入、支援と挑戦を必要としながら、独自のダイナミズムに基づいて段階的に成長をするのである。また、人間がこうした自律的に展開する複数の領域を内包する存在であるということは、必然的に個人の存在をある一つの発達段階に成立する。 ものとして定義することが不可能であることを示唆する。ただ、複数の発達領域の存在を認識するとは、必ずしも、それらの発達領域を列記することではない。同時に重要となるのは、並存する発達領域が、どのような相互関係にあるのかということについて、検討することである。例えば、その問題について、検討をする上で、下記のような質問が想起されるだろう。 人間の複雑性を認識、尊重したところに発せられるこうした問題意識の背景には関係性というものへの感覚が存在する。こうした感覚は今日のようにある課題、問題に取り組む上で複数の方法を統合的に活用することの有効性が後半に認識され始めている現代という時代においてとりわけ重要になることは言うまでもない。ここでウィルバーは これらの並存する発達領域を一つの人格の構成要素としてまとめる意識の統合機能に注目する。これは人格の内部に存在するもろもろの能力を自己の重要な構成要素として包容する機能と形容できるものである。結果としてある能力は自己の構成要素として重視されることになり、またある機能は自己の構成要素として法的されることになる。 こうした主者選択の判断に基づいて自己の内部に存在する諸能力を整合性を持つ組織として束ねる機能をウィルバーは意識の統合機能と形容するのである。その意味ではこうした領域は人間の主体のよりどころとしてとりわけ重要となる発達領域であると言えるだろう。つまりこれこそが意識の進化の中枢にあるものなのである。この機能は 人間の根源的な精神機能を可能とする認知能力として発達心理学により綿密に研究されてきたものである。インテグラル思想においては人間の意識体験の基盤に存在する自己感覚と形容されている。ウィルバーは認知能力の発達度は他の発達領域における成長の可能性を設定するものとしてとりわけ重要となると指摘する。 例えば倫理や信仰等の領域における発達は認知能力の発達段階を超える形では展開し得ないという。つまり認知能力の発達度とはこれらた領域における発達の上限を設定するのである。その意味では倫理や信仰の領域における成長を実現するためにはこうした認知能力の成熟が非常に重要となると言えるだろう。ちなみに トランスパーソナル研究において強調される、こう超えることができる前に、まず、こう構築しなければならないという洞察は、あくまでも人間の主体のよりどころとして機能する認知能力という一つの発達領域についてのみ、当てはまるものである。上記の洞察が人間存在のどの領域に当てはまるものであるのかを明確化することなしに、その妥当性について検討をするのは無意味である。 なお、蒸気と関連する主題である、並存する意識の3領域、フロンタルライン、ソウルライン、コーザルライン、については、統合心理学への道を参照していただきたい。また、人間の意識成長について検討する上で、発達段階、発達領域とともに重要となる、意識状態、性格タイプについては、統合心理学、インテグラルサイコロジーを参照していただきたい。 人類種の進化個人の人格的成長は常に関係性の中で展開するものである。ロバート・ケガンの指摘するように成長は周囲の適切な介入、支援と挑戦を必要とする。それらは成長への潜在能力を開発する必要因子として機能するのである。そしてそのどちらが欠落しても成長はあり得ないのである。必然的に 人間の意識の進化の可能性について探求する。上で、こと、集合の有機的な関連性を把握することは非常に重要となる。インテグラル思想を構築する上で、ウィルバーはこうした課題について綿密な議論を展開している。こと、集合が重要な性質上の違いを持つことを認識した上で、ウィルバーはそれらを 人類の進化に参与する二つの重要要素として位置づける。人類の進化とは、この進化と集合の進化を相互的なものとして内包しながら展開する過程である。そのため、人間は個人としての救済を追求しようとするとき、不可否的に共同体の進化に取り組むことを要求されるのである。インテグラル思想においては、この進化と集合の進化は、 例という基盤の上に、そして例の権限として展開するプロセスの二つの側面である。例とのつながりを自らの本質的な条件として認識することを究極的な救済として捉えるインテグラル思想において自らの本質的な課題としてこれらの側面における成長に取り組むことは必須の課題なのである。しかし現代において進化という概念を 自然世界ではなく人類に適応することの妥当性には疑問が投げかけられている。ウィルバーはそうした状況が存在する背景には大別して3つの勢力が存在することを指摘している。これらの立場は独自の価値構造を基盤とするものであるが、それぞれはあらゆる価値構造がそうであるように何らかの重要な真実を捉えるものであるとともに、また必ず 何らかの盲点を内包している。現代において必要とされているのは、これらの立場の内包する真実と盲点を認識した上で、人類進化の妥当性を確立することであると、ウィルバーは主張する。人類進化という概念を復元するために必要となる重要法則としてウィルバーは、下記のものを挙げる。前、後の近同の項目においても述べたように、 目前に展開する世界があまりにも過酷な苦悩に特徴づけられるとき、我々はしばしばそうした世界をもたらした歴史の過程を進化の過程ではなく、対価の過程であると思い込むようである。そうした意識状態においては、それらの苦悩が高度の意識構造を構築することにより獲得されたものであることは無視され、ただその瞬間に経験される、 苦悩の重圧のみが注目される。そして、その感覚を正当化するために、歴史観が構築されるのである。こうした、錯覚を回避するために、上記の法則は、非常に重要な意味を持つと言えるだろう。1995年に出版された、進化の構造において、ウィルバーは、自己の思想活動をその端緒より特徴を付けていた、個人と集合の領域を相互に、 有機的に関連するものとして一つの包括的な理論構想の中に統合することに成功する。そして、この理論構想は、進化の構造の発表後、継続的な修正を加えられながら、今日のアコルと形容されるものへと展開している。このあたりの理論展開の詳細については、進化の構造とコスミックカルマクリエイティビティを参照していただくとして、ここでは、 これらの理論構想をその基盤において支えている発想について紹介する。ヨナグスク・ツとムの論文においても指摘されているように、インテグラル思想は、インテグラルという大義のもと、多様な理論体系を、その構成要素として包摂することを意図するものでは、ない。むしろ、インテグラル思想とは、人間の意識というものがある視点を包容することを通して、 必然的に盲点を抱え込むものであることの認識のもと、人間の認識行為の構造的な限定条件を建設的に活用することを意図するものである。つまり、それは世界を認識する際、視点というものを利用せざるを得ない人間の認識能力の特性を内製することを通して、認識という経験が生成する背景としての意識という空間に立ち返ることを援助しようとする。 ものなのである。こうした感想者の視野に継続的に立ち返ることを通して人間は初めて自らの得意とする視点に執着することなく様々な視点を柔軟に活用することができるようになるのである。意識のスペクトラムはこうした態度を基盤として垂直的に存在する認識の階層をまとめたものである。そして 進化の構造以降の著作の中で提唱されるアコルは、この意識の階層を水平的に存在する認識の領域へと展開したものである。水平的に存在する認識の領域として、ウィルバーは I, V, I, T, I, T, S の4つを挙げている。これらは人間が正徳的に所有する視点として普遍的に共有されているものであり、また、この世界のあらゆる事象を 包括的に認識する上で必要とされるものであるという。上記の視野は独自の価値基準に基づいて事象を把握、検証する。つまり、それらは独自の方法で事象を証明し、また、独自の方法で事象を隠蔽するのである。重要なことは、それぞれの視野の自律性を尊重した上で、それらを相互の有機的な関係性の中に位置づけることである。世界の あらゆる事象は少なくともこれら4つの視野から認識することのできるものである。インテグラルアプローチはこれらの視野が内在する光と影を認識した上で、それらを包括的に活用することの重要性を認識する。ウィルバーの指摘するように、これらの視野の相互的な重要性を尊重することなく、どれかを絶対化することは深刻な悲劇をもたらすことになる。例えば、 今日、現代社会は内面性の価値を溶解しようとする文化的な潮流に石鹸されている。これは、ウィルバーがフラットランドと呼ぶもので、近代科学の物質主義と現代思想の価値相対主義の融合により生み出された、あらゆる価値基準の外面化、船舶化の流れと形容することのできるものである。そこでは、人間を人間たらしめる内面性というものが、 妥当性を持つ価値領域として否定され、その代わりに視覚や触覚等、肉体感覚により計測することのできる情報が信頼できる基盤として排他的に包容塗れたのである。こうした状況において人間の内面性を探求することを通して人格の成熟を醸成することを意図する芸術等の栄意の存在価値は必然的に形視されるようになる。こうした 外面化、船舶化の蔓延した社会においては、人間とは、あくまでも、自己の肉体的衝動に忠実に行動する、物質的存在に過ぎず、その、知恵は、肉体的衝動の充足を通して可能となるもので、あるとされるのである。しかし、発達心理学の調査が示唆するように、人間の成長とは、内政力の進化を通して、肉体的衝動を高度のレベルに消化して、 成熟した社会性のもとに表現する自己中心性を克服する過程である。そこでは成長とは自己を対象化して複数の視点を考慮した上で表現することのできる意識構造を構築することを通して達成されるものとして認識されるのである。そうした人間存在の垂直的な可能性を尊重する人間観は 今日の外面領域の絶対化を基盤とした人間観と真っ向から衝突するものである。結果として、こうした内面領域の否定は、とりわけ先進諸国において、意識の広範な地盤沈下をもたらしている。理論と実践インテグラル思想においては、普遍性と時代性、自律性と関係性、創造と継承等、一般的に対照的なものとしてみなされている。 対極的事項の統合が積極的に施行される。我々が瞬間、瞬間に経験する呼吸の動きに象徴されるように、人間の存在は無数の対極的な事項により特徴づけられているが、インテグラル思想はそれらをダイナミックに往復することの価値を認識、強調することを通して、人間の可能性のより完全な実現を可能としようとするのである。 無数の対極性の中でもインテグラル思想においてとりわけ重要な意味を持つのが理論と実践である。これらの相互的な対極性を巧みに管理することは非常に重要な課題として認識される。上述のようにインテグラル思想において最も重要視されるのが構築物としての理論を乗り越えていこうとする姿勢である。ウィルバーはしばしばその著作の末尾において 自らが構築した思想を自らの手により否定することを通して読者を常にすでに存在する感想者としての事故に引き戻す。究極的に必要とされるのは概念的な構築物としての思想を記憶することではなく人間の存在を特徴づける無と神秘と空を自覚することなのである。そしてそれは必然的に我々に生きることを要求する。 こうした洞察に基づいて、今日、インテグラルコミュニティは、研究と実践の相互的な重要性を強調する、アクションインクワイアリーのコミュニティとして、その活動を展開し始めている。活動の主眼は、個人の領域の変容のみならず、また、集合の領域の変容を包含する、包括的なものである。今日、人類を取り巻く生存状況が、惑星規模で急激に劣化する中で、 人類の生存の可能性そのものが深刻な危機にさらされている。こうした状況の中、現代文明を真の意味で持続可能なものとして構築し直すための積極的な活動を展開することの必要性は、ますます切迫した課題として認識されている。しかし、実際にはそうした認識が成熟した責任能力に基づいて意図的、 継続的な変革の実践として世界的規模で実現されるまでにはまだまだ至っていない。むしろ今日世界的に頻発しているのは生存状況の劣化を契機として発生する諸々の共同体間の衝突である。スティーブン・ルブランの指摘するように人間は自らの生活する共同体の人工収容能力が自然資源の枯渇や自然環境の劣化により低下する。 時周辺領域ををを侵略すするるることと通して事故の生生存を図ろうとする生物である今日、人類の繁栄と生存を可能としている重要資源である化石燃料が枯渇局面を迎えようとする中、事故の生存を確保するためにもろもろの共同体間の衝突が頻発し始めていることはむしろ当然のことと言えるだろう。この惑星は閉鎖システムであり、 そこに存在する資源は有限である。継続的な人口増加に基づいた自然資源の大量消費は、いずれは人類種の生存を可能とする重要資源の枯渇を招くことになる。そして、生存条件という外的状況の悪化は、個人、共同体の内的領域における対抗を引き起こし、人間の生徒的な自己中心性を増幅することになる。 そうした状況が発生するとき、今日、先進諸国において物質的豊かさの基盤の上に成立している内面性探求は全く意味を持たないものになり果てて知ってしまう。今日の繁栄を可能としている諸々の前提条件を要解するであろう。危機の時代において必要とされるのは我々に自らを取り巻く生存状況を包括的に認識することを可能にする視野である。 そうした認識の存在しないところで創出される対応策は、たとえ、それが、どれほどの誠実さに支えられたものであろうとも、非効果的なものとならざるを得ないだろう。インテグラルアプローチを特徴づけるのは、内面と外面、そして、こと集合という領域を相互に関連するものとして、捉える、包括的な視野である。また、インテグラルアプローチは、そうした視野を、 自己の認識構造として確立するために必要となる自己変容の実践に取り組むことを重視する実践思想である。そうした包括的な視野を通して自己の置かれている時代状況と対峙するとき、我々は初めて真の意味の責任能力を所有する存在として人生を生きることができるのである。ウィルバーはトランスパーソナルな見方を重んじることから、 ニューエイジに分類されるが、近年では哲学者であるとも評価されている。パブリッシャーズ・ウィークリーは彼を東洋の冷静のヘーゲルと呼んでいる。ウィルバーは永遠の哲学の魅力を人々に広めたと言われる。意識のスペクトルに始まる一連の論文と著作において、高度で幅広い知識をもとに、広範な応用を伴う概念モデルを作り、現代の学術的、 トランスパーソナル心理学、トランスパーソナル心理学の初期の理論構築に最も影響を与えた。通常漢文は、ウィルバーのモデルは自己完結的でなく、他者による発展や修正にも開かれている。いずれにせよ、宗教研究の射程の広さを確保するためにも、ウィルバーの統合的なビジョンは有益であると、宗教研究における有用性を評価している。 東洋の修行を行い、その思想、実践に大きな影響を受けているが、清水大輔は、ウィルバーの思想は、東洋の思想と修練を受容したとはいえ、やはり思想の本質は、強靭な骨格を持った西洋人のものかと思われる。法術の前、蝶の虚偽に示されるように、合理主義をしっかり踏まえている。北米は、西洋文明圏の一部であるということである。 古今東西の思想が根本的に統合されているのだが、それが西欧的な狂人で生々しい施策力と合理的な精神によって遂行されていると言えるかもしれない。と、彼の思想の根本は西洋人のものであると評している。ビル・クリントン、アル・ゴア、ディパック・チョープラ、リチャード・ローア、ミュージシャンのビリー・コーガンなど様々な政治家や文化人が ウィルバーの影響に言及している。トランスパーソナル心理学の主要な論客である一方、その評価は賛否両論である。前期、ウィルバーのトランスパーソナル心理学、中期ウィルバーが追求した世界哲学あるいは統合的哲学は、発想の発端や経緯から近未来的なビジョンまで分かりやすく、難解で回りくどい表現や不可視の図式が隠されているということもなく、 明快で図式化されており、ウィルバーには深みや奥行きがない、過度にカテゴライズして客観化しているという批判は少なくない。彼の思想は過不調性的で階層的な考え方によるモデルに見え、また自然神秘主義を低く評価しているように見えることから、一部のフェミニストやトランスパーソナルエコロジストに男性主義的なアプローチ等と批判されてきた。また、 ウィルバーのアプローチはスピリチュアリティを商品化し感情を悪く捉えていると批判されてきた。一神教的な宗教経験を適切に説明することに失敗しているという批判もある。多くの批評家はウィルバーの解釈や彼が幅広い情報を必ずしも正確に引用していないこと、また繰り返される反復は無意味であり、著作は過剰に長く、 文体が誇張されている等と問題を挙げている。クリストファー・バッハは、ウィルワーの作品のいくつかの側面を称賛しているが、ウィルワーの文体は、高達者だと評している。20代の頃から、日本からの禅の修行とチベット仏教の修行を行っているが、彼のトランスパーソナル的な発達モデルは、ヒンドゥー教のアドバイタベーダーアンタ、禅、チベット仏教といった、 東洋思想に変更しすぎているという批判がある。スティーブ・マッキントッシュはウィルバーの作品を称賛しているが、彼は哲学を自身のベーダーアンタや仏教といった宗教と区別していないとも指摘している。彼の思想はベーダーアンタや仏教の言うところが真実という前提に立って成り立っているため、科学的実証性に乏しいという批判は当然ある。 菅原博士は、ウィルバーの仮説はそもそも科学的認識方法の限界の自覚から出発し、あえて永遠の哲学の心理性を受け入れており、むしろ科学的実証性に乏しいと批判する側こそ、科学的認識方法の絶対性を無批判に前提としており、そもそも何らかの形事上学的な前提抜きに、知のパラダイムが成り立つと考える方が幻想であると、 ウィルバーへの批判に反論している。精神科医のスタニスラフ・グロフは、ウィルバーの知識と仕事を最上級の言葉で賞賛している。その一方、グロフは、ウィルバーが意識のスペクトルから、出生前及び出生前後の領域を省略し、生物としての誕生と死の心理的重要性を無視したことを批判している。グロフは、ウィルバーの著作について、 しばしば個人的な攻撃といえる強い言葉を含む、攻撃的な極論のスタイルであり、個人的な対話を促進しないと評している。ウィルバーの応答は、グロフが出生前後にあると考えている、重要性は世界の伝統宗教には見られないというというものだった。ありがとうございます。